ミュンヘンの悲劇は、1958年2月6日、西ドイツミュンヘンのリーム空港で起こった、航空事故である。イングランドフットボールリーグのチーム、マンチェスターユナイテッドのチャーター機の乗員乗客44名の、うち23名が死亡した。そのうち選手は、死亡8人、重傷7人。バスビー・ベェブスと呼ばれた。 マンチェスターユナイテッドの選手たち同系機のアンバサダー、英国欧州航空のチャーター機、BE609 便は、選手の一人がパスポートを忘れたためベオグラードを1時間遅れで出発した。チャーター便に割り当てられた、レシプロプロペラ機のエアスピードアンバサダーは、単、中距離用機材で、ブリテン島まで無着陸飛行する、航続能力はなく、給油のためにミュンヘンに立ち寄った。 給油後、二度離陸を試みるが速度が上がらず中止した。不安を感じ当時安全とされた後部座席に移る者もいたが、皮肉にもこれが犠牲者を増す結果となった。午後3時4分、三度目の離陸を試みるが、離陸速度に達せず、フェンスを突き破り300メートル離れた空き家に突っ込み、炎上した。乗客の内入児一人は生存した選手である、ハリー・グレックが救出した。 西ドイツの調査委員会の報告では当初、翼に付着した氷で翼系が変わり、必要な揚力が得られなかったことが原因で、その確認を操縦士である、事故当時36歳だった、英空軍出身の機長ジェームズ・セインが怠ったためとされた。セインは自身を信じて実験を行い、西ドイツ当局に訴えたが、西ドイツは固くなに自分たちの過失を認めなかった。 当時の英国首相、ハロルド・ウィルソンの発言により、マスコミが再び事故を取り上げ、68年イギリスの事故調査委員会の調査では、離陸前の写真、救出作業員の証言、関係者証言に基づく実験によって、滑走路上のシャーベット状になった氷雪が原因とされた。この事故で得られた経験は、これ以降世界中の常識となった。 事故後11年してセイン元基調の濡れ衣は晴れたが、事故後解雇されてから、心臓発作により54歳で亡くなるまで故郷で、ひっそりと陽景で暮らした。西ドイツがセインに責任を負わせたことを固くクナに、撤回しなかったのは、翼が凍っていたならば、セインの責任だが、空港の滑走路上の氷雪が、シャーベット状になった氷雪が原因ならば、雪を放置した空港すなわち、 西ドイツの過失ということになるため、主任捜査官、ハンス・ライケルが、目撃者たちの証言等を握りつぶしていたからだった。その目撃者のうちの一人は、事故直後に、現場に駆けつけ、服装重視を救出した男性だった。彼は、救出のために、主翼へよじ登った際に氷はなかったと証言していた。また、事故当時に空港にいた。 西ドイツの男性パイロットも目撃者の一人だった。1955年から開始されたヨーロッパのクラブ選手権であるチャンピオンズカップに初めてイングランド代表として乗り込んだのが当時黄金時代を迎えていたマンチェスターユナイテッドだった。しかしこの参戦は孤立主義を掲げていたイングランドサッカー協会の警告を無視したもので国内リーグの日程を調整してもらうこともできず。 強行日程を強いられた。準々決勝に進出したマンチェスターユナイテッドは、ユーゴスラビアの強豪、レッドスターベオグラードと対戦。ホームで2から1と勝利した後、2月5日に、敵地、ベオグラードに乗り込み3から3の引き分け、総計5から4で準決勝進出を果たす。現代でこそ、当たり前になった水曜、土曜の連戦だが、 当時の航空事情は良くなく、共産圏の国で試合をして、また帰ってくるというのは、強行日程であった。また、土曜日には、上位直接対決が控えており、帰国を焦っていた事情もあった。イングランドサッカー協会が日程を調整していれば、余裕があった。さらには、この時期は、欧州全土を寒波が襲っていたという。犠牲になった。 マンチェスターユナイテッドの選手たち選手その他の犠牲者選手クルーその他の生存者、ミュンヘンの悲劇記念ヒオールドトラフコードにある追悼碑8名の死者のほか、2名が再起不能であり、当然チームは大きな打撃を受けた。チャンピオンズカップの準決勝も控え選手中心で、望むが敗退。しかし、奇跡的に生還した監督マットバスビーと、 その後精神的打撃からも立ち直ったボビー・チャールトンが中心となってクラブを再建。若手選手の目覚ましい成長もあり、マンチェスター・ユナイテッドはフットボールリーグを制覇。FA カップでは2年連続となる決勝進出を果たしたが、ボルトン・ワンダラーズ f c に0から2で敗れ、準優勝に終わった。ミュンヘンでの事故から10年後の1968年には、 ヨーロピアンカップ決勝に進出すると、ボビー・チャールトンらのゴールで SL ベンフィカを追い延長戦の末4から1で撃破。悲願のヨーロッパ制覇をイングランドのクラブとして初めて成し遂げた。これらの歴史的な背景から、マンチェスター・ユナイテッドはイングランドリーグを代表するクラブとして世界中のフットボールファンに認知され、長年名門クラブとして活動を続けている。 マンチェスターユナイテッドのホームスタジアム、オールドトラフフォードの一角には、事故の犠牲者を追悼する記念碑が掲げられ、スタジアムの時計は、事故の起きた時間で止められていたが、2012年4月現在は、稼働している。ありがとうございます。